お、ニコロ君、ベンとミアに何を。サシャを殺したのはこいつです。あなたの娘さんの命を奪いました。まだガキですが、厳しく訓練されたマーレの兵士です。マーレから退却する飛行船の中で、こいつがあなたの娘を、サシャを撃ったんです。娘ブラウスさん、どうぞ。あなたが殺さないなら俺が殺しますが、構いませんね。ニコロ君、包丁を渡しなさい。さあ。サシャは狩人やった。ごめん頃から弓を教えて、森で獣を射て殺して食うてきた。それが俺らの生き方やったからや。けど、同じ生き方が続けられん時代が来ることは分かっとったから、サシャを森から外に生かした。で、世界は繋がり、兵士になったサシャはよその土地に攻め入り、人を撃ち、人に撃たれた。結局、森を出たつもりが、世界は命奪い合いを続ける巨大な森の中やったんや。サシャが殺されたんは、森をさまようたからやと思ってる。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないと、また同じところをぐるぐる回るだけやろう。だから、過去の罪や憎しみを背負うのは、我々大人の責任や。ニコロさん、弁護を話しなさい。よし、いざ、ゆっくり動かすんや。はい。怪我を見せて。ミア、大丈夫か？本当に。すっかりメインが冷めちまったな。